父も字消して処罰してください。母を訪ねて三里。身近、近場だな。話にならん。ワイノが歩いてるわ。それはやっぱダメでしょと思うもの。何もしないから休憩しよ。で、ホテルに入った男が本当に何もしてこない。まあね、そらダメよ。同意がないからな。やりたいので書面にサインを。誰か犬の手も借りてくれないかな。助かる、いいのか。その発想はなかった。でも高いんでしょ。東京の夜景は残業でできている。明るいほどにブラック。うまい、いい例え。暗くなっても寂しいな。美しいで済ませていいのか。小林幸子さん、そろそろ入ります。人力、大変だ。どっから入るんだ。よじ登って登場すんのか。商談先で先方のくだらない世間話が延々続く中、実はトイレ行きたいの我慢してる上司。わろた、表情よ。はよ行ってこい。少し出ただろ。いや、ブレーキ踏まへんのかい。いたた、がっつり。飛び出すから。止まったら襲うでしょ。焦がしアポロチョコ。うまそう、カリジュは。夏も溶けない。リアルお菓子の家か。本来なら QR コードが出るはずだった。手違い、ありそう。何のリンク？顔決めたのにな。コロッケを食べようと二人の決意をする。立ち修行に生き身を清める。イオンの夕方半額シールまで正座で待機。待機中、お正月、カツとねだってくるので予定を変えメンチカツを購入する。正座で、寺待機。お正月ねだるかい。煩悩注入されてるやん。上野から大宮まで挟まってた。すご、よく助かった。探知しなかったか。二度と駆け込まないだろうな。タイトルを元が分かればいいので変えちゃってください。ネクラ読書。わろた、わかるけど暗そうな歌だな。読書なのがまたいいな。カウンターを希望したのに座敷に案内されたけどカウンターじゃん。ならええやん、間違ってない。確かに座敷だ。こぼせないプレッシャー。うなぎを食べてるみたいでした。どういうこと？食べてないんかい。何食うたんやこの人。これのダメージなしありますか？ありすぎ、ないよな。難しい注文。普通のでいいんかな。キノコの山。スタッフが美味しくいただきました。汚い、その種族か。なら買わないって。言わなきゃ売れたのに。言ってはならぬことをつい口走ってしまいました。俺、この戦いが終わったら結婚するんだ。あちゃあ、終わった。フラグ立てたな。今から浮気して撤回だ。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと。これはまあまあ大事。ダメにいいなりそうな投機、それが一番大事。まあまあ、なんてやねん。意味が変わった。正しい気もするわ。先に風船の中に入れば入れた方が勝ち。むずそう、狭いぞ。終わりが見えない。発想が素晴らしいな。痴漢されてもらえませんか。逆、確認。真面目か。お店行きなさい。商品名や名台詞に3点リーダーを使って雰囲気を重くしてください。あ、小林製薬。え、どうした。重すぎるな。明日記者会見か。格付けチェックで活躍することだけを目指し日々訓練が行われるタレント事務所。マジか、ピンポイント。そんなのあんのか。味方が一番のライバル。どこにいる？乱視よ。迷子？頑張れ。結末が気になる。俺らの後輩かもしれない。悲しい事件を一文字だけ変えて平和にしてください。オイラショック。そうか、平和だな。知るかいな。一人だけ株下がったんか。今回は佐川さんにお願いしたらしいね。こわ、ギロリ。目つけられたな。勝手に決まったんよ。大佐のやつ、よりにもよって地雷のそばにタイムカプセル埋めるなよ。大佐、いいか。今掘り出すなよ。とりあえず地雷からだろ。牛宮の店内の奥で作られていたのは、あやたかでした。兄ちゃん、ありがたい。男性こもってる。飲むとき思い出すわ。心を回復させる方法、散歩をする、美味しいご飯を食べる、世界は広いことを再認識する。ボケてでクスッと笑う、あんま思い詰めるなよ。だな、回復した。引き続きそうするわ。
逆に腹筋壊すこともある。松屋のタッチパネルの操作ぐらい難易度が高いことを教えてください。今のボケてで、星400取ること。むずい、わからん。俺は3が限界。松屋のがむずいな。ほう、よくぞ見破ったな。かわいい、わかるよ。NPC だろ。じゃないとすまんのよ。長官、あなたが好きなタイプを集めました。ほう、おじさま。同時お見合い？長官も好きねえ。軍人と思ってたが芸人かもしれない。本当だ、違いない。転職しようか。君も相方かもしれない。拡大したブロッコリーの表面。拡大すな。ただでさえ嫌いなのに。あのパサパサはこれだったか。久しぶり、3年前に俺のこと引き逃げしたの覚えてる？うわぁ、そそそ。平和に見えて、陽気な人を引いたんだな。え、これスータイプ？そなの？違うわ。吹き方の問題よ。吸ったらなったの？たく、ジャフおっせえな。いやいや、来ないぞ。会場やんか。解放予防か。大型ハリケーンで屋根が吹き飛ばされてもテスト前日なので動じない。動じろ、真剣。みんな動かない。ノートだから電源も OK。赤いキツネが本格的に緑のタヌキを潰しに来た。およそ、チートやん。タヌキ、逃げろ。で、その人誰だ？発注時に見栄を張った自分を殴りたい。発注、人工か。再発注だな。青適応早いな。Google マップを信じすぎた。あるの？よくあるな。ってのがマップかな？最適化されてなかったな。ボケが伸びてて、寝れない。うん、気のせい。それ星じゃないよ。起きたら全部夢ってわかる。結婚式の友人代表が知らない人だった。代表が、どうして？自信ありそうだな。代行もここまで来たか。宗教の勧誘だったがドアスコープから見た姿が予想と違った。ガチやん、勧誘じゃない。開けるなよ。それはお迎え。私がいじめなんてするわけないじゃない？ねえ、トム。してんな、アウトです。トムの顔が全て。トム我慢すんなよ。これ今日の面接官、ずっと足を見てた。ちょっとまた開いたら鼻血出して合格。って言われちゃった。マジで、いいないいな。世の中そんなもんだ。足じゃなく、股を開いたのか。慌てんぼのサンタクロース。クラウンに乗ってやってくる。おい、落ち着け。闇に紛れるな。慌てんぼの割に余裕あんな。戦が始まる。三つ子の孫に秀よ、一応、ゆきち、三種類のお年玉を渡した。あ、かもね。なんつーかをしてる。その戦はあんた次第で回避できたはず。やあまあねえ。わろた、やべえな。巨人じゃんか。気持ち悪いことこの上ない。飼い主、刺身、余ったよ。は、いいねえ。にゃんだとキラッキラしとるだな。お父さんが、死んじゃって、遺族のみんなで。レリゴーレリゴー。わろた、不謹慎だ。風よ風景風景。悩んでいた行動が、うんそうみたいねえ。ちょっと何言ってるかわかんない。ふふ、楽しそうだ。お前が何してんねん。わかんなーいって格好だな。満員のくら寿司で順番待ちの紙に名前を書くことを知らない中学生4人組が、後から来た客に次々と抜き去られていく。ああ、わかるわ。ネット予約しな。かっぱ寿司ばっか言ってるとこうなる。新生じゃニーズのロゴマーク。おい、あかん。つぶりと言ってる。ちょっと激しすぎですね。草の砂糖。うまい、これはいい。すげえバランス感覚だ。どうやって登ったんだろうか。とんかつ屋さんのシャキシャキキャベツの千切りやお刺身の妻がハンドルを回すだけで。元通りに。マジか、すげえな。どういう構造だ。時間軸をいじってるのか。散歩の途中で世間話が始まった。うわぁ、やだわ。長くなっちゃう。眉の潜め方とねえな。キリストの地。はじめました。うわぁ、やべえな。冷麺みたいに言うな。どんなことをするのか気になる。この2体のモンスターを合成するんだね。わろた、いいねえ。ぽいわ。はてさてどんなモンスターができるのか。
インフルエンザだけど言えない。やん、かわいい。鳥だけにな。言えないよな、そりゃ。あいつの名前ここまででかかってんだけどなっていう田中を検査したけど大してでかかっていなかった。ああ、長い道のり。引っかかってない？一体どこから出てくるんだよ。う、あ、生臭。わろた、なんかわかる。だが、それがいい。現実なんてこんなもんだよ。古池や。買わず飛び込む水の音。好き、うまいね。買わず飛び込む。口に出して読みたいボケだわ。宮本武蔵は巌流島にて佐々木小次郎と対峙すると、いきなりこう言い出し小次郎の動揺を誘った。拙者、夜も二刀流でござる。あ、ま、マジか。どういう意味だ？ちょ、お待てよ。押してダメなら引け、これ恋愛の常識、では引いてもダメなら気づけ。あ、うん、だね。察しろよって。押し倒してしまえばいい。カメラじゃない気がしてきた。わろた、すげえな。なんか出てるよ。間違いなくカメラじゃねえわ。こうして、獲物が疲れたところを絡め取るようにして捕食するのです。え、マジかよ。早く逃げて。捕食シーンなのに可愛すぎて燃える。何よ、やめて、やめてってば。増えた、言ってるわ。ってばってのが、真顔なところがまたいいね。ムックエピソードゼロ。ふふ、増えたわ。なんだこれ。口からコード出てますがな。惹かれ逃げ。え、なぜに。新手のあたりや。それで被害者が納得するなら。一年に一度子供たちが一番心を躍らせる日がある。ジングルベルね。ふふ、うまいな。お見事ですな。首かしげてないか。マーブルチョコに入ってる色のパターンをついに解析した。へぇ、で、どうした。ノーベル賞ものだな。何それ、あっちで詳しく聞かせて。切れた電線に触ったたかしくんが、圧巻じるーと叫んだので、ヒロシ君はびっくりしました。おい、なぜだ。そりゃビビるわ。拷問慣れしてるんだよ。スケベドさん、作動部。おもれ、これは作動なのね。後ろの野球部の方がスケベド高いな。応急処置。その持っている木札をあてがった方が良いと思います。だな、違いねえ。まさしくその通り。ちょ、じわじわくるわ。ひふみん好き、かわいい。ヒフニャンだ。転生したら猫だったヒフミン。いいんだよ、細けいことはいいんだよ。わろた、って顔してる。ワイルドだなぁ。なんだろう、憎めないわ。びちゃびちゃネーム。やだ、汚ねぇ。想像したくもない。どうしてそこに書いたんだ。こちらの方が私を産んでくれた方ですか。何か温かい飲み物を持ってきて差し上げて。え、マジか。里井子だな。お前どこぞのエージェントだろ。たたり。ついてる。うお、怖いわ。何が出るというのか。ほら、後ろを振り返ってごらん。ホグワーツかと思った。あ、だが、しかし。バックしたの？凄まじい衝撃だっただろう。明治維新の到来を確信し、坂本龍馬はこう言った。ぜよ。ぜ、潔い。かっけえな。男気を感じました。逮捕。無許可で太陽光発電の疑い。なぬ、提案か。自家発電最高。頭めっちゃ熱くなってそう。オリジナルポクテキピックを加工。お名前、将軍。革新犯。ああ、かわいいけど。なんか懐かしい。めちゃくちゃうまくないこれ。逮捕。31歳の疑い。顔よ、変顔すんな。年齢詐称ね。それだけで逮捕まですんのか。ソクラテス。おっぱいプルンプルンと意思形を言い渡された。うわぁ、悲しいな。微妙な顔してる。おっぱいは正義ですな。タンスの角に思いっきり小指ぶつけたが、足の裏に吉田沙織にサインをもらったおかげで痛くも痒くもないが、うんちが止まらない。カオスだわ。すげえ大量じゃんか。これがシステマの能力か。ウィンガシャ、ウィンガシャ、ごめんなさいね、すぐ電池外すんで。うわぁ、雑いな。ロボなんだね。女の申し訳なさ感がすごい。必死で計算問題解いてるのに、濡れおかきの精霊がそんなことより塩分を取るっきーと愉快に邪魔をしてくる。
わろた、濡れおかき。濡れおかきの可愛さたるや。ああ確かに塩分は大事っすね。ネットで借りて自宅に届き、そうのおまま定着。ごっぱい。こいつ笑ってやがる。これって生物なのか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。